皆さんこんにちは。すくすく子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしていきます。子育て中の方々に子育てに関する情報や三田市のサービスなどを分かりやすくお伝えしていきます。三田市では子育てするなら絶対三田をキーワードに、子育て世代を応援するさまざまな支援策の充実を進めています。この番組ではスタジオに市役所の担当の方にお越しいただき、子育て教育に関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は門垣敏子です。今日は12月の2回目の放送です。前回に引き続き有馬富士自然学習センターの中峰さんにお越しいただきました。中峰さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、有馬富士自然学習センターの中峰です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は主に有馬富士自然学習センターの施設についてお話をいただきましたが、今回は小学校や幼稚園、保育園と一緒に取り組まれている環境学習についてお話をいただきたいと思います。はい、有馬富士自然学習センターが2001年に開館してから、はい、主に小学校の理科生活科を中心にお手伝いするスクールサポートという事業を展開してきました。はい、来園時の自然観察の案内やクラフト体験など、有馬富士公園がフィールドのもの、うん、ゲストティーチャーとして学校へ招かれる出前授業などがあります。あ、そうなんですね。はい、その他授業の枠を超えて委員会活動でビオトープを作りたいという相談に応じたり、はい、PTA 主体の地域環境調査への協力など、環境学習といってもその内容は様々ですね。そうなんですね。はい、現在は兵庫県内の小学3年生で環境学習が必修となり、市内外を問わず環境学習の仕事では引っ張りだこ状態です。そうなんですか。はい、理科生活科、それから環境学習への対応ということなんですね。はい、学習センターにはそれぞれ昆虫、植物、魚類、両生爬虫類、環境教育を専門とする4名の学習指導員がいます。はい、それぞれの専門知識を活用して三田の自然環境や暮らしについて小学生に楽しく勉強してもらえるプログラムを日々考えています。そうなんですか。専門知識を持った学習指導員の方々がいらっしゃるんですね。具体的にはどのような取り組みをされていらっしゃるんですか。はい、一つは学校のビオトープ支援です。はい、ビオトープというと言葉やイメージだけではなんとなく分かっていても、何をどうやって進めていけばいいのか分からないことがたくさんあると思います。そうですね。はい、そこでビオトープの計画や運営方法など学校の先生や子どもたちと一緒に相談しながら進めています。確かにこのビオトープという言葉は有名なんですが、実際どのようにすればいいのか難しいのではと思ってしまいますね。はい、ビオトープとはギリシャ語の造語で、生き物が住む場所という意味なのです。なるほど。はい、どんな生き物に住んでほしいか、またどうやったら住めるのかを話し合い、はい、身近に生き物の観察ができる場所を作るお手伝いをしています。生き物が住む場所という意味だと伺うと少しイメージできそうです。今までどのようなビオトープを作ってこられたんでしょうか。いろいろとお手伝いした中でも、向子小学校での取り組みは全国学校ビオトープコンクールで評価され、はい、文部科学大臣賞を受賞しました。すごいですね。はい、向子小学校では6年前、校内にもともとあった小さなコンクリートの池を5、6年生で作る魚委員会が中心となって手入れし、ビオトープとして利用することになりました。そして全国的にも少なくなってきたメダカと川端モロコという淡水魚、このコンクリート池と冬の間水を張ったプールで育ててみようということになったのです。すでに作られていた池やプールを利用したということですね。はい、ビオトープの管理は向子小学校の魚委員会の子どもたちが中心になって行い、はい、魚の世話をするだけでなく、全校児童を対象としたビオトープツアーを実施するなど、子どもたち自身が自発的にプログラムと企画、普及活動を行ってくれたことに先生方をはじめ私たちもびっくりしました。はい、
またビオトープ池にはトンボやカエルが自然と集まってきて、トンボのヤゴの羽化を目の前で観察したり、あらあら、本当にびっくりすることばかりでした。それはすごいですね。子どもたちもビオトープに夢中になることができたんですね。はい、本当に熱心に取り組んでくれました。休み時間ごとにビオトープの様子を観察する子がいたり、魚委員会に入れなくて泣き出す子もいたそうです。そうなんですね。はい、その熱意が先生方の心を動かし、ビオトープが学校の授業でも活用される場となりました。理科生活科だけでなく、国語の授業で作文を書いたり、はい、有馬節自然学習センターの企画展にも作品を展示してもらいましたよ。そうなんですか。はい、このような全校挙げての熱心な取り組みが評価され、婿小学校のビオトープは全国学校ビオトープコンクール2009において文部科学大臣賞を受賞したのです。そうなんですね。それは本当に大きな賞ですね。子どもさんたちも喜んでいらしたでしょうね。はい、子どもたちにとってきっと大きな誇りになったと思います。本当ですね。はい、その後学校 PTA など地域の人々も関心を寄せるようになり、現在では夏休みに婿小 PTA 主催のビオトープの観察会が行われたり、活動の輪は徐々に広まっているようです。そうですか。はい、また子どもたちはメダカやカワバタモロコ、ヤゴだけでなく、トカゲやカブトムシ、蝶や鳥がどうやってやってくるようになるのか、悩みながらビオトープを拡大しています。今後も目が離せませんね。本当にこれからもどのようなビオトープになるのか楽しみですね。はい、ところで環境学習関連では他にどのような取り組みされていらっしゃいますか。はい、小学校の環境学習では担任の先生と相談して内容を考えています。こちらから学校に行って実施する出前授業や、有馬富士公園で実施する場合もあります。自然観察をゲーム感覚で楽しめるネイチャービンゴは季節を問わずできるプログラムとして先生方には人気です。はい、またバッタを飛ばして飛翔時間を競うバタリンピックがありますが、はい、これは虫が苦手な子どもでも競技終了後には不思議とバッタとも仲良くなれて、しかもバッタの種類が見分けられるようになるプログラムです。ああ、それはネイチャービンゴ、そしてバタリンピック、楽しそうなネーミングですが、どのようにされるんでしょう。ちょっと想像つかないんですけど。はい、まずネイチャービンゴは 4×4、16個のマス目に、虫の鳴き声とか、毛の生えた葉っぱのような項目を入れておいて、野外で観察をしながらマス目を埋めてビンゴシートを完成させるという内容です。なるほど。はい、ビンゴの答えは一つだけでなく正解は無数にあります。それは子どもたちが自然を観察すればするほど導き出せるようになっています。葉っぱの毛が生えているからチクチクとかもじゃもじゃとか、ザラザラとか、感じ方は人それぞれですが、それを触ったり匂いを嗅いだり、時にはかじって味を確かめたり、五感をフル活用してビンゴゲームを楽しむことができるようになっています。とてもよく工夫されたゲームですね。五感を使ったビンゴゲーム、ぜひやってみたいですね。はい、ビンゴの内容をいろいろ工夫することで観察や発見により集中することができます。その季節に観察してほしい生き物が見つかるようなマス目を組むのもこちらの腕の見せ所でしょうか。本当そうですね。はい、そしてビンゴをしながらいろいろ拾ったり採集して持ち帰ったものを顕微鏡で拡大し、その映像を大きなスクリーンに映し出して、より深くみんなで観察する時間を設けています。みんなで観察すると本当新たな発見もあってワクワクしてきますよね。それからもう一つのバタリンピック、これはどういうものですか。はい、これは9月から10月のバッタのシーズンに実施しているプログラムですが、はい、チームに分かれてバッタを採集し、バッタを飛ばしてその飛翔時間を競うというものです。はい、バッタを飛ばすだけで終わりなんでしょうか。競技はどちらかというとお楽しみ会みたいなものなんですが、よりバッタにして親しんでもらうために競技に参加するバッタには1匹ずつ種名の他に選手名をつけてもらっています。あ、いいですね。はい、またバタリンピックの主な目的はバッタの住む環境やバッタの体の作りを学ぶことなので、競技が終わってから1人1匹ずつバッタの観察とスケッチをしてもらうようにしています。また春卵から生まれて夏に親になり、はい、
秋に次の世代を残して冬に死んでしまうバッタの一生を話しすると、うん、その一生の短さを自分に置き換えるなどして真剣に考えているのが顔でわかります。なるほどね、学習要素もちゃんとあるわけですね。子どもさんたちの反応いかがでしょう。実際バッタを追いかけて採集したり、うん、手に乗せて飛ばしたりすることで、はい、虫に興味を持ってくれたり、苦手意識がなくなることもあるようです。そっか、はい、バタリンピックは一応競技形式で行っていますので、競技タイムを全て発表するとともに、はい、上位3チームには表彰しています。これは毎回盛り上がりますね。このような環境学習を通じて子どもたちにサンダの自然や生き物について学んでもらっている